はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの滝川直樹です。今日は、ちょっとね、まずチャンネル登録者数がね、とうとう666人まで、来たということをね、ちょっと皆さんに、その感謝を込めてね、ありがとうございましたというふうにちょっと、まずお伝えしたいなと思って、今日はこの動画を撮っています。一人から始めてね、チャンネル登録者が、先々週600人超えて、確かに100とか200とかね、区切りなんですけれども、だから僕ね、実はね、目標の数字があってね、その時目標の数字が到達するまでの間、そのね、分数にね、約分するっていうなんか癖があるんですよ。でその分数に約分できたことで、あとこれぐらいだなっていうふうに考えるんですよね。最初その10人になった時にね、おお、これで10人になった、そのうちの生徒さんとかね、あと僕の持ってるそのアカウントなんかでね、チャンネル登録してね、で10人で、10人って言ってやっぱ1000、僕目標が1000人なんですよ。1000人のうち10人だから、1000分の10っていうと100分の1ですよね。でそこから始まって、20人の時も考えたと思うんですよ。1000分の20というと50分の1、1000人を50個に分けた1つ分だな。でもそれでもね、あとね、50分の49達成しなきゃいけないわけですから、一体そんな50分の49なんて達成できんのかなってやっぱりちらっと思いますよね。で、それが50になった時に20分の1、1000分の50ですからね、それでもやっぱり20分の19はまだまだだなって思ってね。で、100人になった時ね、10分の1ですよね。で、その時に、これから YouTube やられる方はね、チャンネル登録ね、増やそうと思っている方は、あれなんですけど、100人になった時ね、YouTube の方から、メールが来てね、なんだろうと思って開けたらね、英語でチャンネル登録ってなんかサブスクリームっていうのかな、サブスクリームなんちゃらかんちゃらって書いてあって、その100オーバーって書いてあるんですよね。100人になったんだな、で100人になったことを何か言ってるんだなと思ったら、スクロールしてったらね、急にパーッと紙吹雪がね、前降りてくるような、メールが来てね、YouTube も粋なことするなと思って、その時10分の1だと、あと10分の9だって思ってましたね。ただあの時はね、やっぱ嬉しかったですよね。でもそれ以来 YouTube からの連絡っていうのは一切なくて、200になっても300になっても何も言ってこなかった。で、200の時に5分の1になってね、分母が5になったなってことを喜ぶわけですよ。で、10分の3、400になって5分の2、その前、400の前にね、やっぱり333の時も嬉しかったですね。333というと分母が急にね、なんか3分の1ってなったような気がしてね。で400になって5分の2で500、いよいよ半分だ。500っていうとこれ2分の1ですよね。1000分の500なわけです。でもね、これこの666っていうのが僕にとって非常にね、非常に嬉しいんですよ。で、そうじゃない人もいっぱいいると思うんですけど、その666っていうのはね、1000分の666、999、正確に言うと999分の666ですけど、これ3分の2なんですよね。で達成が1の3分の3ですから、3分の3まであと1つだっていうね。実際には334人、まだあとチャンネル登録してもらわなきゃ、していただかなきゃいけないんですけど、それでも3分の2になったと、あと1つだと。と今度700になった時に10分の7で800、750の時にね、4分の3になりますよね。徐々に、分母が大きくなっていってね、800の時に5分の4ですよね。900の時に10分の9、あと10分の1だっていうふうに、なっていくんだと思うんですけど、普段はねそんなに考えないんですけど、目標を達成しようと思ったらね、意外と一個一個やってったらね、あっという間にこんな風になっちゃうんですよね。これはいつもね見てくださっているおかげ
で、あと僕もね、まあ、正直言ってね、僕は相当頑張ったんですよ。相当動画も出してます。もう疲れ果てててもね、動画出せちゃったりする。で、まあ、その一番僕自身大きいなと思ったのはね、どんなに疲れていてもね、必ずパッと見た時にかなりの人が見てくれてるんですよね。でかなりの人が陰でそのチャンネル登録してくれたりコメントくれたり応援してくれる、あ役立ってんだな、こんな風によく分かったとかね、テストの点が上がったとかね、そういうことをまあお伝えしてくださる方々がいるのでね、そうするとまあ自分の中でも疲れが吹き飛んで動画を出し続けることができているっていうのが非常にやっていてね、楽しいっていうかね、本当に助かるんですよね。とっても勇気が出るんですよ。もうこれだけでどんなに疲れていてもおおっと思ってね。ほんでまあそのビデオカメラの用意をして、で黒板にまあこういろいろ書いてね、でシミュレーションして出してアップしていくっていうことがまあできている。これもその私視聴者の方とね、今これ見ている方まあ合わないわけですよね。合わないんだけれどもなんかつながっている、勇気が僕自身がもらえる。でそしてコミュニケーションを何らかの形で取っているんだろうって思うんですよ。まあ1000っていうのはね、まあ一つの目標ですけれども、私自身は666、分数に約分すると3分の2、あと3分の1だっていうねのが、まあ非常に今日は嬉しかったので、まあこんなものも書いてしまいました。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。これからもね、ちょっと分かんないなっていう時に、まあ分かるようにする。そして YouTube だけで有名私立中学校に合格しようっていう人はね、あそうだって思って、合格できるようにする。一つ一つ、まあ、やっていきたいなと思っています。では今日はここまでにしましょう。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。